はい、こんにちは、ゆきです。今日はですね、お菓子、まあ、またね、チョコレートのお話になっちゃうんですけど、今回ね、こんなの見つけてきたのでね、紹介したいと思います。こちらですね、じゃじゃん、明治キノコの山ミルク&キャラメル、こちらですね。こちら多分この時期だけのものだと思うんですよね。初めて僕も見たんでね。まあキノコの山とかね、タケノコの里だったっけはね、まあ定番ですよね。ただそれのミルクとキャラメルバージョン味ということで、まあ、ちょっと気になったので買ってみました。では早速食べていきたいと思います。いやー、今日なんかもちょっとね、外風が強かったりしてね、飛ばされそうになるような風の強さのような気もしますけども、はい、なんかこんな感じですね。はい、じゃあ開けて、今ねちょっと開けられなかったんで開けてもらいました、家族にね。こんな感じだったんですね、中ね。でもこんな色だったっけ。1個取ってみますね、中の。はい、こんな感じです。上はわかるんだけど、下もこんな色だったっけ。あ、でもこんなような感じだったかね。うん、じゃあまず匂いから。あー、ほのかにミルク、キャラメルがちょっとキャラメルっぽい匂いがすごいしますね。いただきます。当然のことながら、下はここはサクサクしてますもんね。サクサクして、やっぱりいつものキノコの山みたいで美味しいです。美味しいですけど、なんていうのかな、なんて言ってないのかな、ミルク&キャラメルって書いてあるんですけど、どっちかっていうとミルク系の方が強いですね。もうあのキャラメルの方があんまりあのキャラメルの味がちょっと少ないですね。なんかミルクの方が強くて、あれ、このキャラメルの方はどこ行っちゃったのみたいな感じぐらい結構弱めです、ミルクの方が強くて。もうちょっとね、キャラメルも強くてもいいんじゃないかな気持ちっていう気はします。でも美味しいです、とってもですね。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、今日はですね、明治キノコの山、ミルク&キャラメルですね、気になったので買ってね、食べてみたよっていう動画でした。気になった方はですね、お店とかに行ってあったらぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。それではまたねー。